ホームレスに対するあからさまな差別発言に対し、世間からも批判を浴びたメンタリストの。当初は強気の姿勢だったが、謝罪で鎮火に走った。謝罪動画で、自分のしてしまったことは無意味であり、差別的であり、ヘイトスピーチであり、と全面的に非を認めているが、あれほどインテリジェンスのある人が腹の内にないことを発信するとは考えにくい。革新犯的な差別主義者の匂い、プンプンだ。論点をずらしたずる賢い謝罪は YouTube で、自分にとって必要がない命は僕にとっては軽いんで、ホームレスの命はどうでもいい、どちらかというといない方が良くない。邪魔だしさ、プラスにならないしさ、匂いしさ、治安悪くなるしさ、と、信じられない差別感、人権意識を丸出しにした。本人の発言も身の毛がよだつが、それ以上に恐ろしかったのは、発言に賛同するコメントの多さ。比率で言えば、否定的コメントの方が多数だったが、中には、みんなの思いを代弁しているだけ。これを叩いているのは綺麗事言ってる人たちと考えてます。俺からしたら正論にしか聞こえない。第5に賛成。本音と建前みんな思ってるけど言わないだけ。完全同意なんだけど、言っちゃダメ。みんな思っているけどダメと、と同じ考えのいる人が一定程度いることを、発言が露呈させた。当初、世間の反応に強気だったも、問題の拡大を受け平身低頭。その誤り方がまた流のごまかし。ダークスーツに黒ネクタイというスタイルで出てきて、謝罪したのはいいのですが、母親のことを持ち出して、うちの母が生きていたら、今僕がこういう状況になっていることをどう思うかと考えると、と涙したんです。本当に論点のずらし方が巧み、ずる賢い人です、と、この問題を取材した紙記者も苦笑いだ。さらにこう続ける。もともと革新犯ですよ。彼は過去にも自身の YouTube で生活保護のお金をもらってパチンコ行くんでしょう。死んでしまえと思いますよと生活保護受給者に牙を剥いていましたし、ホームレスと猫を同列並べるのは猫に失礼なんで、野良猫が増えるより生活保護を受けている頭の悪い人が増えるのが困るということを堂々と言っていたんです。むちゃくちゃでしょ。今回の差別発言は、さらに踏み込んだために炎上したのであって、もともとはそういう体質の持ち主だということですよ。インテリジェンスがあり、見かけもかっこよく、おしゃれな生活スタイルを確立し、弁も立つ。だが、実際は差別主義者だったという内面。メンタリストの本当のメンタルが知りたいところだ。取材、門。